お久しぶりです。トーマスです。今日はね、Mi 11 Lite 5G レビューっていうのを行っていきたいと思います。あのシャオミがついに日本市場で本気を出して超ハイコスパスマホを出すという噂。すでに老若男女に届いていると伺っておりますが、俺の結論としてもここに書いてある通り、資格なしの最強スマホであり、買いなんです。買いなんです。これは買いです。買いという話をこれからしていきたい。もうここで動画止めて買ってもらっても OK。でもどうして買いなのっていうのが気になる人に関しては、最後まで動画を見てもらってから買ってもらえればと思います。いずれにせよ買う以外の選択肢はないというふうに覚えておいてもらえればと思います。ちなみに俺も購入しております。でね、俺ね、もうね、あんまり Mi 11 Lite 5G の凄さを解説したくないのよ。だってもう知ってるやん、みんな。これがすごいっていうのはもう発売前からむちゃくちゃ話題になってたわけよ。今の日本の総理大臣は誰っていう質問と同じ、お笑いの歴史を塗り替えたのは誰ですかっていう質問とも同じ、そんなもん誰もが知ってる、それと同じなんです。 Mi 11 Lite 5G は発売前からやばいやばいと言われ続けていたんやけど、マジでやばい。あのね、 Mi 11 Lite 5G マジで付加価値モンスターなのよ。今までのスマホでここまで付加価値ついてたスマホが他にあっただろうか。いや、ない。上から見ていきましょう。ハイエンド並みの超ハイスペック有機 EL ディスプレイで 90Hz、 そしてトリプルカメラ、標準広角マクロを搭載しており、デュアルスピーカー、デュアルシム、お財布、ツインアプリ、セカンドスペースに対応した上で 43,800円、つきすぎで、これも全部説明していくからここでは飛ばします。安心してそのまま動画見といて。で、一応詳細なスペックも解説しておきます。ディスプレイ 6.55インチ、 90Hz 有機 EL です。解像度はフル HD で、 CPU がスナップドラゴン 780G で 5G にも対応しております。メモリが 6GB、 ストレージが 128GB、 バッテリーが 4250mAh で、セキュリティが指紋と顔に対応していて、お財布に対応、防水は IP53 やから浸水は NG、 デュアルシムには対応していて、重量が 159g です。これが Mi 11 Lite 5G の箱です。で、今回の箱は、あ、そんなにガッチガチではないね。結構簡単に開けれる。そして出てくる Xiaomi という文字はね、これが中身が SIM ピンと、あといつも通りの説明書、何これ、乾燥剤、タイプ C 3.5mm ヘッドホンアダプター、あ、こんなん入れてくれてんねや、すっげえ。一応見とく、見んでいいな、見んでいい。で、これがいつも通りの Xiaomi さんは本当に素晴らしいですね。ユーザーのことを考えてくれるんです。保護フィルムもケースも充電器もつけてくれる。それが Xiaomi、 Apple とは違うんです。ただ透明ケースはおばあちゃんの飴色みたいになるからあんまり良くない。そしてこの Xiaomi の Mi 11ライトはここに置かしてもらうとして、これだけではございません。もちろんまだ下にございます。この多重構造はどこが最初に始めたんやろね。で、 USB Type-C はいつも通りで、これがね、噂のやつよ。これ結構すごいの入ってんのよ。 30W 急速充電に対応した充電器という風に聞いているが、やっぱそこそこサイズはあるね。ただ 30W 最初から入れてくれるっていうのはなかなか太っ腹なんじゃないですか。そしてどうですか皆さん、このかっかっこいいボディ、いいでしょう。これがたったの 43,800円なんです。デザインもスタイリッシュよね。見て、このカメラ部のこだわり抜かれたデザイン、これが世界のシャオミなわけよ。そして一番の注目ポイント、これね、なんとフェリカに対応しているんです。 SIM フリーでデュアル SIM に対応していて、性能も高いのにフェリカにも対応すると、これが歴史が塗り替わる瞬間やね。そこに立ち会えたことを俺は誇りに思う。でね、背面の質感はいつも通りというか、すりガラスになって、まあ要はトイレの手洗い場の石よ。これ手にも優しい上に指紋も全然目立たないということなんで、これ今後主流になっていくかもしれへんな。さらにね、これね、持った瞬間にわかるんやけど、びっくりするぐらい軽いのよ。なんでかわかるかな、教えてあげようかな。なぜならこれは 5G スマホで最も薄いからなんです。見てください、この iPhone 12との薄さの違いを。圧倒的に違うね。3分の2ぐらいの薄さになってるな。じゃあ俺のメインスマホ Galaxy Note 20 Ultra と比べてみると、これもんよ。もう全然違うやろ。でね、俺ね、そんなにスマホの薄さにはこだわらんねんけど、これね、持った瞬間に、あ、持ちやすって思う。ということで重量も測っていっちゃいましょう。 Mi 11 Lite 5G の重量、なんとたったの 159g、 カタログスペックと全く同じでございます。素晴らしい。え、そうなの？でも iPhone 12の方が小さいんだから、 iPhone 12の方が軽いんでしょって思うでしょ。ノン、 162g、 甘い。はっきり言うよ、甘いね。じゃあ Galaxy Note 20 Ultra はどうかというと、もうこれもんですよね。 209g、 まあ重い。ケースをつけて計測をしても 178、 すげえな。薄い、軽い、薄い、軽い、薄い。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。で、インターフェースがね、まず左側面に電源ボタンと音量ボタンがあります。で、この電源ボタンは指紋センサーも兼ねているから、これ触れてみるよ。せーの、はい。あー、早い。せーの、はい。早い。せーの、はい。早いね。で、上にはね、家電リモコン操作用の赤外線とノイズキャンセリングマイクがあって、そして左側面に映ってみると名もなし。で、下に行ってみると、スピーカータイプ C 充電端子、マイク、SIM スロットっていう感じだね。で、この SIM スロットに関しては、もちろんデュアル SIM になっております。裏面と表面に2枚入れるタイプ。しかもね、裏面はマイクロ SD を入れることもできる。で、表面はこんな感じで 6.5 インチの有機 EL ディスプレイ。しかも 90Hz のリフレッシュレートに対応しております。パンチホールフロントカメラが小さいのも通知バーの邪魔にならないから、
嬉しいね。でね、一応ここに受話口もついてて、これがね、サブのスピーカーにもなります。つまり、ここのスピーカーとここのスピーカーでデュアルスピーカーなんです。43,800円なのに。で、ディスプレイサイズはね、6.55 インチっていうことなんで、またちょっと新しいサイズにはなるんやけど、例えばこれ 6.7 インチ、Moto G100 と比較するとこんな感じで、6.9 インチの Galaxy Note 20 Ultra やとこんな感じ。そして 6.1 インチの iPhone 12やとこんな感じやから、まあ大きさとしても最高にちょうどいいんじゃないでしょうかと。持ちやすさに関しても iPhone を少し大きくした程度でしかないから、しかも iPhone 12よりも軽いと、これは素晴らしいバランスで整えてきたね。もちろん有機 EL ディスプレイということなんで発色も非常にいいんです。傾けたところで色合いがほとんど変わらないんです。そしてリフレッシュレート 90Hz やから、こっちが60の iPhone と比較しても1秒間に90回画面が書き換わるから滑らかさが全然違うんです。アンツツベンチマーク台、一番左からスナップドラゴン870搭載の Moto G100、 スナップドラゴン865プラス搭載の Galaxy Note 20 Ultra、 スナップドラゴン 780G 搭載の Mi 11 Lite 5G、 スナップドラゴン 765G 搭載の Reno 5A っていう感じやね。だからスペックはこっちが一番高くて、こっちが一番低いっていう感じにはなるんやけど、この Mi 11 Lite 5G の動きを見ていってちょうだい。さすがにハイエンドスマホと比べるとワンランク落ちる感じはあるけど、ほぼ同じお値段の Reno 5A、 このざまですよ。一体どういうことなんですか。というか、もうこいつ絶対こっち側の人よね。そして宇宙人のステージでもこの動きをすごいでしょ。ハイエンドスマホはやっぱり滑らかではあるけど、 Mi 11 Lite 5G ほぼハイエンドスマホって言っちゃっていいんじゃないですか。それに対して Reno 5A 一体なんだいそのざまは。そしてお待ちかね、雪のステージ、さすがにハイエンドスマホには置いていかれてしまってはいるんやけど、この滑らかな動きを見てちょうだい。 Reno 5A と全然違うし、十分実用的。 Reno 5A の紙芝居とは違うのよ。で、結果が Moto G100 が62万点、 Galaxy Note 20 Ultra が56万点、 Mi 11 Lite 5G が51万点で、 Oppo Reno 5A が38万点ということになるので、この2つ点数ちっか。だからね、 iPhone の11と同じぐらいか、ちょっと低いぐらいやと思ってもらえればいい。で、一番性能が高い Moto G100 さんに残ってもらいましょう。いつも通り Yahoo ニュースでページの移り変わりの速さを比較していく。トニー4度目の緊急事態宣言決定、タップ。あ、ほぼ一緒やけど、まあまあ Moto G100 の方が上か。福原愛さん、夫との離婚が成立、タップ。あー、やっぱこっちの方が早いな。木下ゆきなさん、 J リーガーと交際、タップ。あ、早いね。Moto G100 の動きやばいな。まあまあ、食らいついてはいるけどね。これがほぼ今の最高性能やから、それと比較するとっていう話やから、ね、まあ十分早いんやけど、やっぱこっち早いな。いつも通り Google マップテストも行っていく。金閣寺から奈良公園までのルート。あー、やっぱワンテンポ遅れんのか。奈良公園から通天閣までのルート。Moto G100 強いな。まあ、十分やけどね。Moto G100 がすごすぎる。で、一部ね、Mi 11 Lite 5G に関してはゲームがどれぐらいプレイできるのかっていう質問もあったから、まずはね、うまこ、最近流行ってるやつ、これをプレイをしてみたいと思います。なんかね、FGO は動きが悪いみたいな報告があるのよ。だからゲームによるんかな、ちょっと相性はあるのかもしれない。これでいいのかな。これが多分うまこのメイン画面やと思うけど、この画面に関しては全く問題なく動くね。すんごい走りにくそうな服装やね。うまこは大丈夫でしょう。次は、最も重いとされる原神やね。あ、すんごいほっかほか。さっきのうまく起動しただけでもほっかほかになってるわ。やっぱ薄いからね、その分熱が伝わりやすいんやろうね。すんごいな、このグラフィック。これがスマホでプレイできる時代なんや。やっぱ。お、敵らしきやつがいた。これを攻撃をする。あ、まあ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 。大丈夫っちゃ大丈夫か。一応プレイはできるな。避けたぞ。これマジすごいな。これスマホゲーなんや、やっぱ。カクつくな。かなりカクつく。かなりカクつくがプレイできなくはないって感じ。ただね、これだけ性能が高い上に薄くて軽いとなると、やっぱりね、バッテリー持ちはそんなに良くないっていうところだけはご認識をいただきたい。こちらも計測をしております。このデータをご覧ください。PC Mark IV Android で計測をしたところ、100% から 20% になるまでの時間が12時間49分っていう風に出てはいるんやけど、これがね、画面リフレッシュレート 60Hz にした場合なので、画面リフレッシュレート 90Hz にした時は11時間ちょっとっていう感じやったから、100% から 0% までは14時間程度しか持たないという風に思ってもらえればと思います。多分ね、1日ぐらいは使えるのかな。とはいえよ、超高性能な Galaxy Note 20 Ultra は10時間56分しか持たないわけやから、それと比べるとこっちはね、かなりバランスがいいわけよ。軽さと性能とバッテリー持ちを高い次元で融合できているのが Mi 11 Lite 5G なのよ。正直ね、 Galaxy Note 20 Ultra はちょっとバッテリー持たなすぎ。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。ここから音質テスト、音が超綺麗な iPhone 12と比較していく。 Mi 11 Lite 5G は繰り返しになるけど、こことここにスピーカーがあるからデュアルスピーカーなのよ。 iPhone 12と条件としては一緒です。どれぐらい音質が違うのかを見ていっちゃいましょう。Mi 11 Lite 5G、 ああ綺麗やね、綺麗。iPhone 12、互角？互角やな、これ。
21ライト 5G 一緒一緒や。おお、ほぼ一緒。すげえ。シャオミのスマホといえばソフトウェアの優秀さも魅力なんです。こちらをご覧ください。すでに LINE アカウントが2つ作られております。 Mi 11 Lite 5G は電話番号2つ持てるし、 LINE アカウントも2つ持てるから仕事とプライベートで分けることができるんです。さらに Mi 11 Lite 5G はセカンドスペースっていう機能もあって、ここに指紋センサーがあるんやけど、右の親指でロックを解除するといつものアカウントに入る一方で、左の親指でロックを解除すると全く別のアカウントにログインすることができてしまうんです。さらにこの電源ボタンにはいろんなショートカットを設定することができ、例えば 0.5 秒押すことによって Google アシスタントが起動します。そしてさらに画面が消えてる状態だとしても2回連続で押すことによって電気がつくとかね、そういうのを設定できるようになっています。ただ注意点として、防水と無線充電には対応しておりません。一応ね、 IP53 の防水には対応してるんやけど、 IP53 って浸水には対応できないですよって言ってんのと同じやね。だから水の中に落としてしまった瞬間に Mi 11 Lite 5G は壊れます。ここから動画撮影テストを行う。比較対象はいつも通り動画最強性能を誇る iPhone 12 だ。まずはここやね。 iPhone はやっぱり画角が広いから広範囲を映せるのが魅力やね。あと Mi 11 Lite 5G は一歩歩くたんびに微妙に手ブレが入ってるっていうのがわかると思う。手ブレ補正の精度はあと一歩って感じやね。次は超広角カメラだ。 Mi 11 Lite 5G は30フレームでの撮影にしか対応していない。そしてやっぱり画角も iPhone の方が広い。ただ手ブレ補正は超広角カメラの方が効いてるっぽいな。夜景だ。露出のバランスは両方ともかなりいい感じではあるんやけど、 Mi 11 Lite 5G ちょっと滲んでるかなっていう気がする。あと拡大するとどうしてもノイズが目立つな。最後は超広角カメラだ。やっぱり Mi 11 Lite 5G 30フレームの方が手ブレ補正が効いてる感じがする。全体的な露出のバランスもいいんやけど、微妙にノイズが多いっていうところだけ気になるかな。あと30フレーム。写真撮影テストは Galaxy Note 20 Ultra と比較していく。まずお昼の写真に関しては差はほぼなし。 Mi 11 Lite 5G の方が緑を鮮やかに全体を明るく写したけど、この辺は好みと言ってしまっていいでしょう。曇り空の写真も明るさと色合いが違うだけで特に言うことはないでしょう。問題は夜景だ。そうだ、夜景だ。で、夜景に関しても Mi 11 Lite Ultra はパッと見 Galaxy Note 20 Ultra とほぼ変わらない写りを実現しています。ただ注目してほしいのがここ。拡大してしまうと Mi 11 Lite Ultra はノイズで細部が潰れてしまってるっていうのがわかると思う。さらに肉眼ではほとんど明かりが見えない超低照度撮影の環境においては Galaxy Note 20 Ultra しっかりと撮影はできるんやけど、 Mi 11 Lite 5G も Galaxy になんとか食いついています。 Moto G100 がこの環境で全然撮影できなかったことを思うと、これはすごい。とはいえ拡大するとこんな感じで細部の写りは全然違います。まあここまでスマホで拡大するかどうかって話ではあるけどね。で、次、超広角カメラに関しては Galaxy Note 20 Ultra と Mi 11 Lite 5G の写りはほぼ互角と言ってしまっていいと思う。もちろん Galaxy Note 20 Ultra の方が画角が広いから迫力がある写真は撮れるんやけど、この写真に至っては Galaxy Note 20 Ultra が全体的にちょっと明るすぎるのに対して、 Mi 11 Lite 5G はコントラスト強めでメリハリの効いた写真に仕上げてくれます。細部の潰れ方も超広角カメラであれば Galaxy Note 20 Ultra と Mi 11 Lite 5G はほぼ同じで、一応マクロレンズも搭載していてこれぐらい寄れる写真が撮れるんやけど、使うことはないでしょう。はい、もうここまで見てもらって分かる通りです。 Mi 11 Lite 5G に関してはここに書いてある通りです。資格なしの全部入りスマホ、つまり最強です。まるっと含めて最強ですってこと。で、もう一回いい点おさらいをしていきましょう。上からハイエンド並みの超ハイスペック、そして有機 EL ディスプレイ 90Hz にも対応している、写りのいいトリプルカメラ、標準広角マクロだって搭載している上に、デュアルスピーカー、音むっちゃ綺麗です。デュアルシムでお財布、ツインアプリ、セカンドスペースにも対応している、これ最強です。それなのに 43,800 円、これ安すぎです。これどういうことか。こうです。全てのスマホを過去にする化け物です。 Mi 11 Lite 5G が発売してしまったことによって 43,800 円以下のスマホが存在意義を失いました。だってどの 43,800 円以下のスマホよりも Mi 11 Lite 5G が正しい選択になってしまうから、なんなら10万円以下のハイエンドスマホですら普通に死んでしまいます。こいつが殺すんです。 Redmi Note 9S が発売された段階でもとんでもないやつが日本市場に殴り込みをかけてきたというふうに言われていたわけよ。で、その後 Mi Note 10 Lite、 Redmi Note 10 Pro とまたまた
すごいやつが来たと言われていたのに、21ライト 5G に比べるとそいつらですら雑魚になってしまうのよ。21ライト 5G の登場は日本市場の歴史を塗り替えます。43,300 円以上のスマホを出したいなら21ライト 5G は超えないとねっていう高すぎるハードルなのよ。ただ俺は嬉しい。というのも今まで多数の Android スマホを紹介をしてきました。紹介をしている裏でも実は心の中では iPhone SE の方がコスパがいいんじゃないのかなっていうふうに思ってたわけよ。ただ21ライト 5G はそのパワーバランスですら覆してしまう。今までコスパ最強だった iPhone SE をコスパではるかに上回ってしまうんです。付加価値でも上回ってしまうんです。お財布ついているんです。性能も高いんです。軽いんです。カメラも綺麗なんです。そして iPhone にはないツインアプリセカンドスペースデュアルSIM機能だって搭載してしまっているんです。もはや iPhone SE を選ぶ理由はマジでないんです。21ライト 5G を買っとけばいいんです。確かに弱点はあると、原神をプレイするにはちょっと厳しいスペックでしょう。メモリ 6GB セカンドスペースも活用してしまうとちょっと足りなくなってしまうかもしれない。それでも 43,300 円という値段であれば文句の出ようがない。全ての付加価値を高いバランスで融合をさせてくれた。そんな Mi 11 Lite 5G は2021年7月時点で最高の選択肢なんです。だから帰って話、これが正解なのよ。でそんな Mi 11 Lite 5G は現在 OCN モバイルで2万円のセール中です。 OCN の回線と一緒に Mi 11 Lite 5G を購入することによって新規で2万円で購入ができてしまいます。乗り換えではないんです。新規で2万円なんです。だから電話番号を追加すれば誰だって Mi 11 Lite 5G をたったの2万円で購入ができてしまいます。とはいえ電話番号が増えるということは月額料金もかかるんでしょって言いたい気持ちわかります。ただ月額使用料が OCN モバイル1に関しては一番安いプランでたったの770円税込みでございます。だまあこれは1ギガにはなってしまうんやけど、まあこれ最悪使わなくてもいいと、サブ回線としても置いといてもいいっていう話を。それ以上に定価よりも 23,800 円も安くなるっていうセール価格がヤバすぎるから、21ライト 5G を安く購入するためにも OCN モバイルで契約するのはかなりあり。なぜなら770円毎月を1年使ったとしても定価で買うよりもはるかに安いからなんです。2年使ったとしても定価で買うよりも安い。これは頭がおかしい。ちなみに俺の親も OCN モバイルで Mi 11 Lite 5G を買いました。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あとツイッターもやってるんでフォローお願いします。で最後にね、7月26日に無駄の省き方っていう書籍が出ます。節約情報と生活改善情報を集大成としてまとめました。本題の1500円の元はすぐに取れると思うんで、ぜひとも買ってください。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。